リックスですけども、皆さん今日の試合見ましたかっていう前に、ちょっとね、今日はさすがに来ております。もういろんなことが朝から起きましたけど、ツイッターでもつぶやいてますね。オリックスのことで言うと、俊太選手がトレードだったりとかありましたけどね。今日試合見てましたけど、あんま内容入ってこなくてですね、録画してたやつ、開催制というか、もう一回見直して、今この動画、喋ってるわけなんですけど、あんま内容が入ってこなかったですね。ちょっと抜け殻状態で見ていたので、ちゃんと見えてたのかな、すごく心配なんですけど、まあ、ざっと振り返っていこうかなと思います。はい。で、今日はですね、カンテレの山本さんという方が実況されていてですね、めちゃくちゃいい声でした。解説もね、小川さんということで、おなじみ小川さんですから、非常にこう、コンビもいい感じというかね、いいタックな感じで、オリックスの試合解説実況してくれたんじゃないかなと思ったので、もう本当に相変わらず聞き心地が、オリックスの実況解説の方々はいいなと改めて思いましたけど、まあそんな中ね、試合が始まりまして、今日の先発は山岡投手ということで、相変わらず、スライダーがキレッキレでございました。序盤ね、5回ぐらいまで調子がいい感じなのかなと思いましたけども、ね、追い込むもめちゃくちゃ早いし、なんか今年含めて山岡投手ってなんか全体的にめっちゃ悪いなっていう時が非常に少ないなと思っていた矢先にですね、まあ6回に点数取られたと思うので、まず高部選手ね、もういいわ。今ロッテで一番いいんじゃないですか。高部選手と佐藤俊也選手ですか。この二人はちょっと、まあ、要注目かなと思ってたんです。サイン戦ね、ロドマリンでやりましたけど、その時も高部選手良かったんで、今年多分ロッテ的にはブレイクした選手なんだろうなと思いました。まあ、とはいえ、5回3点取られてるんですよ。3点目はちょっと防ぎたかったですね。はい。二塁にランナー置いてて、あれ山口選手にタイムに打たれてて、かなり山岡選手も悔しそうな表情を珍しくしてましたけど、まあ、オリックスが今日レフトマッカーシー、センター中川圭太、ラオウはまあ肩が強いですけど、ケータはね、肩はそんなに多分強くないんですし、オリックスの外野がしょぼいというか、他球団に舐められてるんじゃないかなとちょっと改めて思ったので、やっぱり僕は打てて走れて守れる選手がオリックスには必要なんじゃないかなと思ってね、こういうところでデメリットをね、感じますし、そのデメリットを補えるぐらいの打力っていうのはマッカーシーもケータも今のところはないんじゃないかなと、もちろんね、打つ方で貢献はしてくれてるんですけど、まあ、ないなと思ったので、サトテルのような本当に選手をマジで望んでおりますので、外したことは全然根に持ってないんですけどもね、今後もちょっと見ていこうかなと、ドラフトでね、見るときにはそういう目線で見ていこうかなと思いました。で、投げる方では連日投球はいい感じの超投手ですね。今日も投げてましたけども、なんか徐々にこう序列が上がってきたのかなと、中島監督の信頼を一つずつ毎試合毎試合こう積み重ねていってるのかなと思ったんですけど、牽制でね、無駄な1点あげたということで、中島監督はもう見ててすごくわかりやすいので、ただその後ね、超投手の成長かなと思って、まあ、よく抑えてというかね、切り替えて抑えることができたなとは、はい、思いました。で、その後にね、中村勝投手ももうお披露目という形でマウンドに上がってました。すごく思ったのが、若月選手から松井正人選手にキャッチャーを変えた意図っていうのは何なんでしょうか。結果的にはその後に頓宮選手もマスクかぶってということで、キャッチャー全員使ってるわけなんですけど、早々に撤退モードなのかわからないですけど、どういう意図があったのかね、ちょっとわかる方は教えてもらえたらと思うんですけど、中村勝投手大体143キロがマックスだったかなと思うんですけど、140キロ台でまっすぐはね、でコントロールがまあ命ということで、破綻しなかったら球威的にも打たれてしゃあないとは思ってるんで、一番やっぱ立ち悪いのが自滅ですよね、フォアボールで。それはもう本当に意味がない、もう最悪の状況なので、ストライクポンポン入れてほしいんだけど、もちろんボール球で勝負はする必要あるんですけど、ちょっと思いましたね。で、ビドルが意外とマウンドに上がったというか、2軍に落ちなかったということで、まあ、見切られてるんじゃないかなと、個人的には思っていて、今日まあ無失点で抑えてましたけど、まあ、勝ちパはきついっすよね。もう自分でもなんか制御できてないような感じがするんでね、勝ちパでは全然安定感がちょっと欠けてると思うんで、きついんじゃないかなと。そんな投手に1億円払っちゃってるんでね、やっぱりスカウト見直してほしいなと改めて思いますけど。はい。で、相手のロッテ打線ね、井上久々見ました。何してたんですか？なんか山岡に相性がいいということで、藤岡選手とかもなんか復帰したいって離脱してたんですね。うん。で、最後もなんか去年セットアッパーしてたマウンド上がって点数取られてましたけど、なんか調子が悪いんですか？防御率も10点だったね。まあ、ロッテはロッテで苦しんでるんだろうなと思ったんですけど、とはいえ、背番号18とはいえね、二木投手そんな打てへんもんかなと思ったんですよ。出そうで打てないっていう投手、オリックス苦手っすよね。まあ、僕が見た感じ良かったのが、ラオウが、まあ、復調してるか置いといて、調子いいか置いといて、ガンガンゾーンに来たボールを振ってるんで、まあ、この感じだと、もう本当、時間の問題で復調するんちゃうかなと、まあ、4番ラオウに戻るんじゃないかなとは思うんですけどね、もうあれぐらいでいいですよ、本当にどうせ打ち取られるのであれば、もうガンガン振って、ボール球も見逃して、最後ね、追い込まれたら落ちるボールとか振ってましたけど、もう今までは初球で意味わからん変化球を振ってたんで、もうガンガンゾーンの特にまっすぐ含めて変化球、関わらず、振っていってるのは、すごくいい傾向かなと思いました。はい、そして、最近ね、スタメンでよく出ているマッカーシーですけども、
今日も初球から打ってですね、珍しいことするもんやなと、ちょっと NPB になってきたんかなと思ってたんですけど、今日はやっぱり、引き続き、T さんファースト、レフト、マッカーシーということで、共存という形でしたけど、やっぱ守備がきついね、あれ。なんであんなことなの？だって、走塁技術すごい高いじゃないですか。なんであんなことなんですかね。だからちょっときついんちゃうかなと、僕もマッカーシー優先ファーストでいいんじゃないかなと思うんですけどね。まさたかが DH の時に。で、今日もサードでスタメンで、本当に去年の紅林選手を打てるような感じですけど、野口周平、宗と、この3人共存したらいいんちゃうかなと思ってですね。なんか、3人でもまんべんなく使いながら、1人はこう、オフみたいな感じで、割とこう3人全員こう、いい状態で使えないんちゃうかなと思ってて、周平と宗選手が今日代打で出てましたけど、宗選手に関しては、まあ多分どっか悪いっすよね。オリックスの中では打てる方ですし、打率ランキングでも上位には入ってると思うんでね、周平と宗に関しては休憩かなと思ってるんですけど、キャプテンをしてほしいなと、個人的にはひっそり思っているんでね、去年ブレイクをしたわけなので、2014年のドラフト2位の選手ですから、上位の選手ですから、ものになってるわけなんで、サードね、初回のあれ、宗選手だったらしないんじゃないですか。なので、このあたり含めて、明日以降で、ね、周平と宗がスタメン復帰になるのかっていうのは、ちょっと、野口選手との共存を含めて注目をしていこうかなと思いますけど、2割7分4厘とかでしょ、めちゃくちゃ残ってるじゃないですか、怪我とかね、以外ではちょっと、まあ、制裁は書いてますけど、とは注目していこうかなと。はい、で今日の試合の注目でいうと、やっぱり3番のケイタとスタメンマスクがかぶった若月選手なんですね。3日ぐらいですけど、頓宮スタメンが続いてたんで、頓宮がちょっと打ったら、もう若月、序列下がった、冷遇されてるっていうふうにちょっと心配をしてしまったので、別に若月 B 期じゃないんですけど、ちょっと評価してほしいなっていうのは、個人的には思っていてですね、今日のスタメンマスクかぶって、非常に安心しました。打つ方もサードライナーとか打ってて、調子は良さそうなので、もう訳のわからんね、バントの構えとかやらなければ、使ってくれるんちゃうかなと思ってるんで、ピトル投手、大変やったと思うんですよ。両止めてたんでね、このあたり含めて明日のキャッチャー誰なのかっていうのはちょっとまた注目ポイントかなと思いますよ。そして昨日に引き続き3番ケイタ4番マサタカ、このコンビ変わらずということで、個人的には継続してもいいんじゃないかなと思っているんですけど、マサタカね、今年なんか三振が非常に多いなと、やっぱり怪我の影響があるかなと思うんですけど、2打席目に山口選手がちょっとハンブルして2塁に行けなかったんで、相当まだ悪いんだろうなと。けどマッカーシーがこの間タイムリー打って、それでも帰ってこれずっていうね、走塁の面ではやっぱり、デメリットあるんですけど、まさかにも打つのがメリット祭りすぎるので、そこまで言ったら、ね、申し訳ないですよ。なので出ながら足の方はちょっと直してほしいなと思いますけどね。あとは2番に今日は足選手が入ってて、非常に期待はしてたんですけど、調子が悪いんですか、今日合ってなかったですよね。ただこの間調子が良かったので、単純に二木投手には合ってなかったのかなっていう感じなんですけど、膝の調子も悪いみたいなので、そのあたり含めてちょっとかばってたのかなと思いましたね。俊太選手のトレードに関してはですね、8時ぐらいからお話ししようかなと夜のね思っているので、ぜひご覧くださいということで、今日のですね最終回、正隆のタイムリーで、悠々楽々啓太が1点、ホームベース踏みましたけど、この攻撃が明日につながることを願ってですね、明日も引き続き、応援をしていこうかなというふうには思っております。明日は由伸が小島とね、本当にCS さながらのメンバーで戦うわけですけども、4位5位争いをまさかやっちゃってるわけなんで、明日どういう試合をするのかということで、今日のですね7月の8日の試合ざっと振り返ってまいりました。今日いろんなことがあったと思うので、皆さんこう複雑な気持ちでオリックスの試合を見たんじゃないですか。僕もその人なんですけど、ぜひ今日の試合ね、感想を教えていただけたらなと思いますし、今日の試合でねこう思うことたくさんあると思うんで、トレードに関しては次の動画でぜひ教えてくださいということで、本日の動画はここまでとさせていただきます。最後までご視聴くださりありがとうございました。チャンネル登録お待ちしております。